9月19日グランドソウルカフェガンズデーライブを行う藤岡カルテットでエスケープトゥーパラダイス。この番組は君の部屋をライブハウスにするミュージックビンゴ、この番組の提供はガンズミュージックエンターテインメントの提供でお届けいたします。皆さんこんばんは。こんばんは、はい、ということでお月見の時期がやってきておりますけれども、はいねえ、うん、お月をめでてなんか団子を食べたりとかしますか？え、太るもん。しませんねまあ、この時期になるとホテルでもですね、うん、お月見御膳なるものがですね、はいはいはい、お弁当が、はい、その時期が来まして、私の時もうお弁当で季節を知ることになってるんですね。ああそうなんだ、お月見の時期なんだなというね、非常にいいお値段のするお付き合いが始まるなんかあれですね、なんかあの、うん、季節を知るのにね、うん、あのその金額と、ね、比例して知るっていうのがちょっとね、楽しかったにも悲しい感じもしますけれども、ね、あれってホテルさんで作るお弁当って、はい、うん、あの食事用に作ってないですよね、大体。そうですね、なんかお酒と合うような感じ、お酒が進む感じ の、はい、あのちょこっとちょこっとで少し味が濃いめなのが何品か入っててみたいな感じ。母さんには辛いね。そうですね、ご飯の方がいいですね。そうですね、はい、あ、いうこと言うちゃってますよ ね、 いや毎回おいしくいただいておりますから ね、 ね、でも毎年ちょっとずつ内容も変えてとか、そうそうそう、資料登録が、ね、そうですね、はい、ありますから、まあ、そういった意味では時々ですね、ちょっとあの、うん、お値段も通常のご飯よりは、うん、でもね最近いろんなところでなんかお肉ブームで、うん、いろんなところに肉が食べれるじゃないですか、はい、食べれますね、はいはい、なんやらステーキとかね、はい、なんやらステーキとか、まあ、いろんな名前がついておりますけれども、はい、結構いいお値段ですよ、うん、1g1円ってなんかなんとなくうおっと思 う、 思うけど、はい、ものすごいキロですもんね、うん、でもあの内容的にはですね、まあ、ヒレ肉とかになると 1g4円とかね、はい、なっていきます。 100g も食べれば、うん、まあ、400円、うん、でも 100g ってことは普通ないですよね、うん、ない、うん、大体150ぐらいからですね、この間でちょっと食べに行ったらですね、はい、お昼のランチ2000円、それが普通だったりしますから。します、うん、どうなっとんやと。でもとろけちゃうでしょ。いやでもね逆に、うん、あの鉄板買いますって書いてあるんですよ、うん、途中で冷めてくる、うん、いやいや肉の途中で鉄板買えるのもどうなんみたいなね、うまみがね、ねえ、そうなんですよ。だからちょっとなかなか難しいなと、うん、っていうことは適量の熱いうちに食べきれる量を皆さん召し上がっていただいて、そうです ね、 ね、うん、はい、ちょっとエコロジーにやっていただきたいなと廃棄症にならないよ。お腹空いてきた、はい、ということで番組進めてまいりたいと思いますライブパーソナリティーはガンさんと MC ブサクと、そしてジュンです。以上のメンバーでレディオビンゴスタジオよりお届けいたします。ファックスナンバーは 084-920-8765 084-920-8765。 ミュージックビンゴスタートです。
純のジャズコレクションのコーナーなんですが、今回はあの先立ってありました純ちゃんとこの健次郎さんのキャンペーンのライブレポートをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。昼夜合わせてなんと70人今日休憩ですよ。来られました。クーラーが一個も効きません。そうなんです。はい、お昼は長袖のワイシャツで登場なさったんですが、うんうん、夜は暑いということで、うん、七分袖にお召し替えになられまして、はい、大変申し訳ないなと思いながらの、キャンペーンだったんですけども、もうすごいんですよ、うち、うん、ファンクラブが、はい、19人ぐらいいるんです、うん、うちのお店だけで、うんうん、なのでもう千円札の紙飛行機、恒例、はい、もう大体皆さん3機ずつ折ってらっしゃいまして、うん、全部折れという依頼が来るすごいですね、うん、3000機が飛ぶわけですよ。っていうことはね、3000機、1人が3000機、3000健次郎が3000健次郎飛ぶわけですね、うん、あというのもありながらも、うん、5回目ですかね、うちに来ていただくのは、はい、なのでもう知った中というか、うん、お客さんも健次郎さんも知った中ということで、うん、わけあいあいと始まったんですけども、大体、うん、歌手の方ってキャンペーンは40分歌って、はい、1時間以内に帰る方が多数でございます。極力本編短くみたいな感じですね。はい、健次郎さんなんと1時間40分歌ってらっしゃいます。ありがたいことですよ本当にね、それディナーショーですよ、ね、本当に、ね、はい、私の好きな曲もリクエストで入れて歌っていただいたりとかもして、うんうん、もう大満足な一日だったんじゃないかと思います、はい、で今日おかけするのが、愛つまびらか新曲のカップリングの抱かれ花というんですけども、はい、うん、誰の彼の花と書きます。誰の彼の花、はいはい、で抱かれ花というんですけども、私この題は2通り理由があると思うんですね、うん、抱かれる女性を表した抱かれ花、うん、誰の彼のための花、うん、どの彼のためにあなたが咲きますかという、まあそうですね、そういったところを考えて、うん、いろいろ曲のことを思い巡らすっていうのも非常になんかこういいですね、うん、はい、うん、私は後者だと思います、うん、誰のための花、うん、たった一度の過ちかもしれないけども、うん、あなたにとっては過ちなんですね、うん、はい、ほんの過ちという歌詞から始まるんですけども、うんうん、あー、なるほどね、はい、ですが、うん、彼女は母親になり家庭もあり、うん、でもその彼のためだけに女としては咲いているという、うん、おー、それは大きい過ちですね、うんうん、でももう心の中にそっとしまって、でも私はあなただけを愛し続けます。マジソン軍の恋みたいなね、もう大変なことになります、うん、はい、その女心を書いてある歌詞なんですけども、うん、少し早めの曲調なんですが、さすが健次郎さん、ゆったりと女心を歌ってらっしゃいますので、はい、うん、歌詞の中にも注目していただきながら聴いていただきたいと思います、はい、それでは今週はこちらをお届けいたします。健次郎さんの新曲カップリングで抱かれ花。過ちあなたにしてみればこんな思い出飾りきっと笑うでしょう。蘭の香りに包まれた部屋には吐息ささやき化粧そっと漂うだけ。あの日通り過ぎたあなた誰ですか教えて。一線の花を束ねたまま一つの嘘もつけないで高鳴る胸の中もう一度目を閉じてみたい。
安らぎ、私にしてみればこんな母親模様、無理に孤独の根胸に立ち止まる、あなた愛ですか、答えて、幾千の明日を信じたまま一人を忘れられないで、涼やかな瞳にもう一度火をくべてみたい、一線の星を宿したまま一つの夜を探したの、冷たいあの背中もう一度爪立ててみたい、もう一度爪立ててみたい。このコーナーは瀬戸内ソウル許可局公認バンドザ・キングオブプラネッツのボーカリスト私 MC ブサイクが注目のアーティストやライブイベントを肩の力を抜いてご紹介するコーナーでございます。このコーナーをお聞きいただければ1を知って10知ったかぶれるというビンゴエリアのミュージックシーンにおいて人気大沸騰のお時間になっております。それでは早速参りましょう。今週の特集はこちら、九州の黒いダイヤモンドアントニオ佐々木特集。はい、9月の大プッシュ、福岡生まれブルース育ちキレッキレなギタリストアントニオ佐々木でございます。その昔福岡スイング界のカリスマチョイヌレボーイズというバンドに凄腕ギタリストがいてるというのが局地的に話題になったそうですが、そのギタリストの名前、この人こそアントニオ佐々木だったということで、最初に名前を轟かせたきっかけになったそうでございます。その後その名前は3人組のモアリズムに新たにギタリストが加わったぞと、誰やという形でこれまた響き渡ることになります。モアリズムに加入後の大活躍、そしてかの剣豪佐々木小次郎の子孫ということも相まって、福山エリアではご存知の方も多いかと思います。そんなアントニオ佐々木なのですが、今日は訳ありカップルのための一曲をご用意いたしました。ここじゃ誰にも認めてもらえない二人だから、月の裏側で新居を構えようという切ない一曲でございます。名月の秋の夜長にぴったりな一曲をご用意いたしました。それではお聴きいただきましょう。アントニオ佐々木の最新 CD カレーブルースより月の裏側、できることなら音量大にしてじっくりお聴きくださいませ。それではまた、 MC ブサイクでございました。旅しよう、誰にも
も気づかれないところへ行こう。月の裏側に家を建てよう。清兵衛の鎮守の森のお祭り林並みにムニコーナーやってまいりました。この森では毎週好き勝手なお祭りを開催しておりますが、今年は本当に台風の数多いよな。もう本当に雨の災害も多かった。今週の鎮守の森では元気を出してほしい祭りといたしましょう。というわけでございまして、皆さん見たことがありますでしょうか。ちょっと古い映画ですが、 Day After Tomorrow。 これはですね、全世界的な温暖化で北極の氷が溶けて暖かくて、ほんで海の流れ海流が変わって世界中で天候が激変して、なんと逆に氷河時代に逆戻りっていう映画あったんですけど、恐ろしいよね。ガチャ、台風多くない？ちょっと多すぎますね。うん、なんか見たことない。でまたあの直撃するのが多すぎですよね。なんか高気圧とか低気圧との関係みたいですけどね。うん、なあ、迷走してるやつもったしな。うん、ありましたね。今年はね、はい、西日本では水害、大きな被害がありました。うん、たくさんの命もね失われて、9月になる今もまだ元の生活に戻れない人たくさんおるのよね。はい、ねえ、ミュージックビンゴではね、音楽っていうものが少しでも元気や笑顔のサポートになればなと思ってるんですが、でも単に元気出そうっていう言葉さえなんか言うとき心痛むよね。はい、言っていいんだろうかみたいな。ねえ、今日ご紹介する曲はですね、7月の災害現場で、私清兵衛が出会った途方に暮れてね濁流見つめていた少女がいるんです。はい、まあ、彼女のために作ってみました。モーリン・モリス、マイ・チャーチのリスペクトソングです。佐藤清兵衛、止まない雨はないから。
私も君の中で何かが壊れてるような気がしたら、もしも君の中のどこかが抜け落ちてるような気がしたら、記憶たどって昔覚えた歌を歌ってみよう。降り続けるこの雨の中で明日は晴れるさ、泣かないで、いつもの君の笑顔思い出してほしい。君がいることで救われてる、僕のそばにいる。そうさ、止まない雨はないから、お気に入りのコーヒーカップをなくしてしまった、とても好きだった白いスニーカーも見つからない、昨日まで聞こえていた大切な声も聞こえない。終わらない気がするこの雨の中で、でも明日は晴れるさ、泣かないで、君の笑顔思い出してほしい。君がいることで救われてる、僕もそばにいる。そうさ、止まない雨はないから、ないで、いつもの君の笑顔思い出してほしい。君がいることで救われてる、僕もそばにいる。そうさ、止まない雨はないから、明日は晴れるさ、泣かないで、君の笑顔思い出してほしい。君がいることで救われてる、僕のそばにいる。そうさ、止まない雨はないから、そうさ、止まない雨はないから、そうさ、止まない雨は。愛に元気出そうって言うたらね、はい、あかんねんけども、うんうん、こういう言葉しかないよな。こういう時はそうです ね、 ね、でも俺らできることは音楽やからな、うん、なんか役に立つことを続けていきたいと思います、うん、佐藤清兵衛の鎮守の森のお祭り囃子でございました。ミュージックビンゴ、今夜もますます元気に続いております。コーナーは君の部屋をライブハウスにするスタジオ生ライブのコーナーです。グランドソウルカフェガンズで行われるイベントの告知で、今日はですね、お電話でつないでおります、この方です。自己紹介お願いします。もしもし、はい、シンガーソングライターの池原優人です。よろしくお願いします。お願いします。池原君、あれだね、今イギリスに住んでるんですよね。そうです、ロンドンに住んでます。なんだけど9月に福山に帰ってくる。はい、今一時帰国してまして、今東京の方にいるんですけど、うん、はい、福山の方に行きます。ねえ、1年に1回ね、グランドソウルカフェガンズでライブやっていただいたりとかしてたんですけれども、はい、今回はもう凱旋ライブということで。
そうですね、あの海外に住んで初めてのライブっていう形になるんで、うん、ちょっと楽しみにしてますね。え、向こうの方でもなんかライブ活動をまたしてるということで。そうですね、あの向こう側のロンドンに住んでるミュージシャンの方たちと友達になって、はい、演奏してみたりとか、うん、あとそういう学校、ちょっとギター学科とかにもちょっと勉強しに行ったりとかして、イベント紹介してもらったりとかして、うん、ちょっと活動してますね。ねえ、Facebook を見るといろいろなとこ、なんか旅行にもヨーロッパの方行かれてるみたいで。そうですね、あの英語勉強しに行ったところで、うん、各国の友達ができたりとか、はい、で彼らの家に行ってみたりとか、うん、猫とかいろんな国行ってみたり、イタリア行ってみたりとか、うん、あとはあの道端で、はい、例えばフレディ・マーキュリーの家の前で友達ができて、クイーンのね、はい、いろいろありますね。すごいねあのフェイスブックを見る限りでは相当アクティブに、ああ毎日もう本当にもう飽きることなく、うん、本当に毎日刺激的なあの出会いはたくさんあって、うん、各国の人たちと英語でなんとかコミュニケーション取って頑張ってます。音楽的にはどうですか、やっぱりあのちょっとこう文化が違うところじゃないですか。はい、なんかこう影響とかあります？あ、そうですね、やっぱりこの間あの福山の花火大会ちょっと見に行ったんですよ。はい、やっぱすごい花火綺麗で感動したんですけど、例えば音楽が同時に流れてたりとかすると、うん、すぐ向こうの人とか体が動くんですけど、ちょっとこうじっとこう心の中が動いてるみたいな。ああね、うん、はい、そういうちょっとあのノリが少し違ったりとか。あ、はいはい、わかります。リズムからあとメロディーも違ったり、うん、はい、そういうのはすごく常に感じますね。ねえ、まああのちょうど1年ぐらいになりますか、イギリスに行って。そうなりますね、去年の10月から来てますから、うん、はい。ねえ、ということでまああのいろいろ一皮向けた池原裕士とか聞けるんじゃないかと。はい、ねえ、はい、で当日はどんな構成でライブをされます？そうです、今回はあのギターと作曲の師匠で、うん、はい、山田純平さんっていう人と一緒に福山に行くんですけど、ええ、東京の方であの結構ね有名どころのアーティストも結構お手伝いとかしてる人で、ええ、和楽器バンドさんとか、はいはいはい、花火大会とかもね、江戸川の花火大会一緒にみんなで行ったりとかしてるんですけど、うん、あの彼らの曲をあの編集したりとか、うん、あの編曲したりとかして、ね、であの今回やる曲なんですけど、はい、あのその山田純平さんと合作で作ったファーストアルバムの曲とか、うん、セカンドアルバムも彼があのアレンジ加えてくれているんで、はい、あえて今回は新しいものも少しやるんですけど、うん、あのなんていうんですかね、ファーストアルバム、セカンドアルバムから懐かしい日本語の曲をね、うん、英語の曲歌ってるんですけど、日本の語の曲メインオリジナル。お、はい、これ楽しみですねまたあの元気のいいお父さんにも会えそうですねそうですね、はい、まあそんな感じでですね、ここで曲をイギリスのライブをですね送っていただきましてオンエアするんですけれども、はい、はい、まああのラジオをお聞きの皆様にちょっとメッセージをいただければ。あ、そうですね、あのイギリスで初めて歌った、人前で歌った曲が今から流れるんですけど、あえてラブミーテンダーをチョイスして、あのギター弾き語りしながら演奏しました。で、ハクニーセントラルっていうところがあってロンドンにあるんですけど、でそこにアティックっていうあのホールがあって、映画館とか、なんか劇場みたいになってて、でそこで演奏した時の音源を今から流してもらいます。であの皆さんにも、きっと馴染みがある曲なんで、懐かしい聴いてください、楽しみに来てください。はい、ということで、9月の16日グランドソウルカフェガンズでライブと、はい、いう形になっておりますので、はい、皆様ぜひ来ていただきたいと思います。16日の3時、3時からです ね、 ね、はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、ぜひお待ちしております。はい、それで池原裕士君のラブミテンダーをお聞きください。はい、my
はい、ここからは8月26日グランドソウルカフェガンズで行われましたオリジンリグレッションの、ライブの模様をおかけしてまいりたいと思います。まずトップバッタープリケツ正明なんですけど、まあ、毎回ライブであのプリケツライダー肉のボーカルギターをしているプリケツ正明ですと言うんですが、グランドソウルカフェではプリケツライダー肉を見た人はまだ誰もいません。そう言い続けてもう早十何年経っておりますけど、年に数回、プリケツライダー肉ライブをやっているそうです。それではお届けいたしましょう、渾身のオリジナルプリケツ正明で駄菓子屋。はい、そして2番手が猫谷子なんですが、まあ、名前もですね非常にユニークではあるんですけれども、あの楽器もまたユニークで、常にあのウクレレ4本弦のギターしか弾けないのが彼なんですけれども、以前はですね4本弦のウクレレエレキギターで、今回からはですね生のウクレレを使ってライブを行っていただいております。しかもマイクは持ち込みでですね、コンデンサーマイク、マイク1本でウクレレとボーカルをですね会場に流すというようなスタイルでやっておりました。それではまああのオリジナル曲たくさんあるんですけど、今日はですねカバー曲でいきたいと思います。猫谷子で千のバイオリン。You're
そしてですね、ブレンドソルカフェガンズでですね、エリック・クラプトン、トリビュートするようなバンドを作りましょうということで始まったプロジェクトがあるんですけれども、まあなかなかメンバーが全員揃うのは難しいということで、その中心になる人たちで、一回ライブやってちょっと核になる部分作りましょうということで、結成したバンドです。平橋&C プロジェクト、もうエリック・クラプトンのナンバーオンリーで、練習もですね数回行わせていただきましてですね、頑張ってこの日は演奏したんですけれども、ボーカルギター平橋さん、そしてですねキーボード石井金也さん、そしてベースがオードイ君、そして、ギターがリードギターがマッキー、そしてドラムが私ガンということになっております。それではここはですね今日3曲お届けしたいと思います。平橋&C プロジェクトでサンシャインオブユアラブ、そしてティアーズインヘブン、クロスロード、3曲続けてどうぞ。
Thank you.
上スタジオ生ライブのコーナーでした。グランドソウルカフェガンジュのザ・ショッキングがやってくる。ジャズをおもちゃにふざけ合う7人組のジャズバンド。11月25日日曜日夜8時スタート。チケット菅波楽器プレイガイド、電話 084-923-6150。 グランドソウルカフェガンジュ。ライブインフォメーション and ファックス、読む読むレッツイヤッ。9月15日グランドソウルカフェガンズで行われるアニソンナイト第5話、ボーカリスト竹下ひかりさんでちゃんと言わなきゃ愛され。のコーナーやってまいりました。それではまずじゅんちゃんいきましょう。はい、9月の17日敬老の日ですね、はい、こちらうちのお客さんが歌いに来てくれということで、うん、お店の近所の、はい、福祉センターで歌います。いいじゃないですか敬老会、はいね、去年もそうだったんですけど、敬老会にお招きされた方以外、うん、うじゃうじゃと応援に来ていただきまして、敬老の方たちがね、はい、問題なく見ていいんですか。いいんですけど、うん、あの敬老会なのになぜかじゅんちゃんという声がたくさんで、うん、なんかコンサートのようになって嬉しかったのを覚えております。今年も歌わせていただきます。あとは9月の30日7、8、9月のお誕生日会します、うん、はい、こちら12時からで2100円で、うん、誕生月の方にはプレゼントがあって、飲み放題食べ放題でございます、うん、
こちらもぜひご参加いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。そして MC ブサイクさんは、はい、今月の予定はですね、9月の29日の土曜日にですね、宮通りにありますブギーマンズカフェポレポレにおきまして、東北復興応援ライブボリューム91ということで、飛び入り大歓迎、演奏される方は500円の募金のみ、お客見るお客さんは無料という、そんなライブに行ってですね、私はアコースティックギターでソウルミュージックを、ガガガッとやっていこようかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。そしてですね、グランドソウルカフェガンズにおきましては、はい、9月の15日土曜日、アニソンナイト第5話、特集エンディングナイトと、私が全く知らないエンディングのオンパレードということですね。最近の、いや、その最近っていうのが5年前の最近なのか、1年前の最近なのか曲名は分かります。でも、あの、そのアニソンのアニメのタイトルは分かります。はい、すごい、なんかね、今ね、もうすごいことになってますね。わけわからんことになってますね。わけわからんことになってることを頑張ってちょっと練習してるんですけど、肘が泣きながら、はい、もうテンポが早いんで、お見受けしましたよ。今年53で181の8ビートのテンポはですねいや、だいたい今僕のベストテンポっていうのが113とかね、うんうん、あの割とゆったりした8ビートが大好きなんです、うん、これあの年齢とともにやっぱりリズムって変わってくるんですけど、歌もそうだと思うんですけど、やっぱりゆったりとした歌を歌われる方が多くなってくる、うんうん、それやっぱあの年齢と比例してるのかなっていうね、心拍数による、あ、それはあると思います。どんどん遅くなっていきますからね、はい、でもなんで年を取ったら遅くなるのかなって、一生に打つ心拍数の数が決まってるからっていう説、うん、だから年を取るとちょっとでもゆっくり打ちながらなんかなと思ってみて、代謝の問題、まあ、本当はそうだと思うんですけれども、うん、だから僕はできればですね、1分に1回ぐらいでちょっとあの一生に打つ回数を少なくしていきたいなと。どんだけ長生きしてるんでもそれをすると血流がの悪くなりますから、トロトロになってね、どんどん顔色悪くなってきますから、顔色はですね鈴木園子のように真っ白になりたい、くすんでますからね、はい、ちょっと気をつけたいと思います。そして9月16日はですね、イギリスからあの凱旋ライブですね、池原雄人君、はい、まあ、昨年イギリスに渡りましてですね、まあ、いろいろとですね活動の幅も広げつつ、うん、Facebook ではですね、イギリスを飛び出してベネチアの方に遊びに行ったりとか、ベネチア、イタリアの方に遊びに行ったりとか、非常にあのエンジョイしたこの1年だった、うん、まあ、そんなですね、楽しいお話をですね、まあ、今日あのスタジオ生ライブで聞かせていただいたんですけれども、ね、はい、そんな彼のライブがありますので、ぜひともお越しください。あの一部情報には、1時半オープン2時スタートになってますけれども、うん、2時半オープン3時スタートと、はい、いうことになっておりますので、ちょっとお気をつけいただきたいなと、はい、思っております。そして9月の19日水曜日は藤岡カルテット、うん、まあ、あの新しくトレジャーという CD の発売記念ライブ、うん、そして、9月の22日土曜日は柳とジョージトリビュートバンド柳家、しかもラストライブ、大好き、はい、うん、すごいことになっております。今回もあの内容の濃い柳ジョージ聞けるんじゃないかと思います。柳はバチつけてるから、ね、まあ、ほぼチケットもソールドアウトに近い状態になってるんですけどね、はいはい、そして9月の23日は e ローリーズ6周年アニバーサリーライブ、うん、この日は1500円で飲み放題です。どうなったんですか、よくわかりません。ちょっと私も怖いですけどもね、うん、はい、ということで、まあ、あの飲みつけの皆さん集まっていただきたいなと思いますけどね、はい、9月の29日来ました、うん、秋の金時祭りですよ。TR ドンキ秋のライブ、ということで、まあもうそろそろですね、うん、金時豆の選定に入ってるんじゃないかと。選定から、はい、今年の金時豆はどうなんだってね、まあ、そんな感じのライブが9月グランドソルカフェガンズで行われますので、はい、皆様あのちょっと気になったライブにお越しいただきたいなと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、この番組はガンズミュージックエンターテインメントの提供でお届けいたしました。それでは最後皆さんご一緒に、せーの、バイバイ。ありがとう。